ニーです。はい、グミです。はい、ミュージーです。はい、ゆずぽんです。私たちノリミとラバンドピースバンドじゃないよマルス仲良しです。イエーイ。何をするかというと、こちらかき氷タイムトライアルということで、早くかき氷を食べた人が勝ちなんですけど、うん、かき氷食べてキーンってなるじゃん、冷たくなる。食べたらでもそのキーンっていう顔しちゃダメというゲームです。キーンって顔しちゃったらそのタイムに、10秒追加されちゃいます。加算されちゃう。なるほどね。どんくらい食べなきゃいけないの？これに山がポコってできるぐらい。あー、じゃがいっぱいモリモリが。味は選べまる？選べます。じゃーん、いっぱいあるよ。ちなみにこれ買ったら温かいスープが食べれます。飲みたいわ。太陽のバランスを取るスタイル。最初グーじゃけぽい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 。はい、これしょ、はい、これしょ。よーい、スタート。カメー、カメー。結構多いね。本当だね。美味しい。美味しいよ。あれ、これ顔見えないもんな、こっち。キーンとしてるかどうかはスタッフさんが判断してくれるらしい。めちゃめちゃ見られんのか、食べてる時の顔。分かった、作戦。しばん送風機ついてる。うるせえな。溶かしよ。風で溶かそうというコンタ。あー、キンってしてないけど頭痛い。キンってしてんだよ、それ。キンってしてないけど頭痛い。脳がバグって。3分経過です。遅くない？このもんか。嫌になってる。嫌になってる、この子。頭痛い。これ子供、夏休みの子供だったらこれ置いて外行ってますよ。もう飽きたもん。どうやったら頑張れるかな。そのまま氷飲み込んじゃえばいいか。あ、飲んじゃう。ネガティブ発言もプラス10分かな。あー、散々言ってきたけど辛いなど。もう飽きたもん。頭痛い。楽しい。アメリカの硬さ？バグ持ってるんで、ちょっとあんまり話しかけないように。脳が死んでるから。かき氷好きだから結構いける気がする。あれ、カリカリ言ってない。
あれ香りの様子がさっきふわふわに戻ったってスタッフさんが言ってたんだよな。まあ、さっきユズだってボリボリ言ってたんですよ。あれ今日ぐらいの大きさ。ねえ、今日ぐらいの大きさ。ジャリジャリだったね。ジャリジャリだったよね。え、上の方もそんなことないの？見た目ふわふわではなさそうです。何味？もう一回食べれるの？もう一回食べる。ブルーハワイ。すげえ言うじゃん。ブリスベニア。妨害、妨害スタイル。じゃあみんなの夏の思い出は？何を多くさせようとしてんの？司会者？トークテーマ投げてきたよ。みたいに面白く食べれないかな。いや、ポンのせいじゃないよ、絶対。かき氷機の氷がほぼ砕いただけの氷だったもん。小さめの氷。小さめの氷いっぱい食った。楽しいよね。実は、この中で一番早い人予想してるんだけど。ミーチーアイス食べるの早いね。ミーチーがアイス食べるの世界で一番早い。すごい。でもアイスと氷は別なの。別なんだ。違う。私があのアイスクリーム食べるのが早いのはあのな牛乳系というかバニラ系のものが溶けてるのが本当に嫌だから急いで食べるの。シオはさ気づいてないで食べ終わっててさ、うちがで一緒にアイス食べてたのにと思って、うん、食べないのって思いながらちょっと。ムッとした感じで言ったらもう食べ終わってたの。まだ食べてるのって感じなので、逆にクリしたの。キーンってなってる？なんかね、大丈夫。あら、うん、キーン。まもなく4分です。あれ、遅いね、結構。そうだよね。あ、終わった。グミ選手の結果、4分20秒。負けたー。よかったです。イエーイ。よーい、スタート。はま。頑張れ、頑張れ、頑張れ、頑張れ。それ何？最初に。明太マヨご飯。違う。ピエール。ご飯じゃないよ。これは。サーモンマヨ。あの、あれです。カルピスと、いちごと、練乳です。うまそう。なん？いっぱい言い過ぎちゃっただけです。キンってなってないです。キンって顔したの？キンってなってない。一口目でいっぱい口に入れすぎちゃった、間違ってほぐしまくってる。なかなか食べない。飯が大事。麺が作戦か。あの、どうしよう。寒いな。寒いから。みんなどんどん寒くなっていく。2分経過です。おー、じゃあお祭りで好きなやつ何ですか？MC MC かき氷。チョコバナナ。はしまき。うん？はしまき。はしまき。あ、あれね、あのクレープみたいなのにさ、あ、お好み焼きみたいなのが巻いてある。あ、そうそう。なんかとんぺい焼きみたいなのが箸でこう巻いてある。あれ、うまいよね。食べたことない。うまい。西日本のやつです。ヒヨはね、かき氷以外。ネガティブ発言じゃないですか。いや、プラス10秒です。かき氷大好き。塗り替えようとしてる。え、おいしい。4分です。うん。4分20だから。あ、うん。やばい。抜かしたいなの。しかもさっきさ、20秒もう追加されてるよ。あ、でも多分。多分ユズとのバトルだから。かき
き氷大好きです。ポンちゃんなんだっけ？5分20秒。Thank you。あと多分40秒ぐらい。頑張れ。うん。これ考えるとゆず結構あの氷では早かったのでは。確かにあのガリガリ、うん、いやだってもう本当にね脳みそバグって何やってるか分かんなくなってたもん。それはそうだ。冷えすぎて。おいしいんでここ。朝だってさ。うん。何？かわいいよね。脳が終わってきている。ああよしよしそうだね、そういう夢見たよね。うん。終わるよ。カルピス。あ、味は？カルピス。カルピス。うん。一番期待されてるもん。うん、そうだね。氷に強いという情報を。たらさ、うすげえじゃん。私ね、カルピスね、あ、めっちゃこぼす。濃いめで食べるの。そう、家でもね、濃いめで、めっちゃ濃いめで作るの。手料理に対してどう思ってもらう。冷たいな。あ、せーふ吹き出そうね。怖い。経過です。辛かったらやめてもいいよ。楽しい。なんかおかしいな。大ヒント。
第1位、クミさん、4分20秒です。おー、はい、勝負はグミが勝ったんですけど、飯はなるべく一緒に食うということで、もろたー、はい、ありがとう。温かい。結構過酷だったね。うん、ね、やっぱマイペースに食べれるのがかき氷は一番いいんじゃないですか。うん、それがいい。ということで、みんな頑張ったね、楽しかったよって、皆さんはチャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。まだバグが直ってないみたいなね。ありがとうございました。